基本引きは日本の賭博ゲーム。親は1から6までを図案化した6枚の札の中から、自らの意思で1枚を選び出し、子は1点から4点張りのいずれかのかけ方で、親が選んだ札を推理して、勝負に挑む。1点張りは当たる確率が低くなるだけに配当が高く、4点張りは確率が高くなるだけに配当が低くなっている。人数制限は特になく、 15人程度の多人数が同時に参加することができ、人勝負は2分前後の短時間で決着する。任意のタイミングで参加体質が可能なことから、不特定多数が出入りすると場の都合にかなっていた。本引き、引き、出地、釣りとも呼ばれる。一人の親に対して複数の子が掛けを行うところは追定株、追従課長と似ているが、 偶然性よりも過去の推移や相手の性格や癖を読むといった心理戦の攻防に主眼が置かれる。その興奮や高骨感から手本引きを知ると他のギャンブルがつまらなくなるという人も多く、長藩や後先などの賭博よりも格上とされ、日本における究極のギャンブル、爆益の花、賭博の終着駅と称賛される。親と子は三尺ほどの間隔をあけ、ボンゴザ、 音符と呼ばれる木綿の白布を挟んで平行に向かい合わせに座る。親側は銅を中心に、その左右隣には合力と呼ばれる補助の役目の人間二人が座る。数字の呼び方は1、2、3、4、5、6で1のことを1、4を4とは呼ばない。銅が銅前を提示する。銅は創札の中から任意の1枚を選び、 それを一番上にして6枚すべての創札を紙下に挟んで場に出す。ハリコはこれだと思う調札を裏向きに置き、掛け金を添える。銅は自分が選んだ数字の右を右端へ動かす。銅は紙かを開いて創札を公開する。ハリコは当たりがあればその調札だけを評価す。なければ調札をしまう。合力が配当の付け引きを行う。 銅の交代がなければ、に、に戻る。銅の銅枚が浮いた状態で終了する場合、テラ線を収める。銅は、銅枚として用意した札束を、自分の前に置き、目ギを、自分から見て、左から右へ十二万三千四百五十六の順に、横一列に並べ替える。初綱、天音と呼ばれる一手目は、張り子には、推理要素が乏しいため、 監修としてかけられないとすることが多く、その場合には、合力から、お手は止めといておくれやす。と言われる。この八つにおいては、目器は動かさない。銅は、1から6の6枚の創設の中から、任意の1枚を張り子に見られないように隠して選ぶ。これは、屋根、片方、かぶりと呼ばれる羽織や、浴衣や、オーバーなどを半肩にかけ、その胸元で片手で選ぶ、前引き。 懐引き、もしくは、片手を背中に回して選ぶ、後ろ引き、背中引きのどちらかの方法で、選んだ札を一番上にして、すべての創札を紙下に挟んで隠し、自分の膝前のボンゴ座に置く。創札の選択から紙下に入れるまでの動作を、つりっと言い、この間、銅自身が、創札を見ることも禁じられている。銅が、創札の入った紙かをボンゴ座に置いたら、合力は、 入りました。貼っておくんなはれ、どちらさんも早いとこ頼んますなどと張り子を促す。張り子は出目を推理して各自に配られている調査の中からこれだと思う札を自分の前に裏向きで掛け金を添えておく。原則として調査は1枚から4枚までを貼ることができるが、調査や掛け金の配置で配当倍率が異なる。基本的には 本命一点と保険に何点か貼るといった感覚である。書き、貼り方一覧参照。合力が張り子全員が掛け終えたことを確認した上で、勝負、と掛け声を発する。銅はまず自分が選んだ数字のメギを取って右端へと移動させる。前回と同じ目を引いている場合には、メギに触れずに髪顔をめくることで了解される。銅はメギを移動した後、続いて髪顔をめくって、 創殺を見せる。この一連の銅の動作を歌うという合力は銅が動かした麺と髪かの創殺の目が完全に合致していることを確認して、例えば麺が1、創殺も1の場合には中もピン。ピンのない方は札を上げておくんな晴れというように進行する。張り子は当たりがあればその調札だけを評価す。開かずに 調察をすべて引っ込めれば、その子方は、外れと了解される。どこに何を貼ったか裏覚えであれば、配当の低い順に確認していくのが礼儀である。不審な点があれば、銅に対しては、調察の山すべて、貼り子に対しては貼った札と貼らずに手元に残るすべての調察の公開を要求できる。合力は、外れた貼り子の掛け金を没収して、銅前に加える。当たった。 調察を開けているハリコに対しては配当金を銅前から支払い、その3から5%をテラセンとして銅前から別途徴収する。これを受け寺といい、それぞれ合力の側には受け寺を入れるための受けルと呼ばれるルやマスが置かれている。配当率0倍の種で当たったハリコに対しては玉返し、種下りと確認した上で掛け金と調察を戻させるよう促す。 生産が終わると、合力は、さあ行降、次、入ってなどと銅を促し、次の勝負に移行する。銅が交代することを、銅を洗うと表現する。銅は、勝っても負けても、これにて銅を洗わしていただきやす。悪うを増したと、挨拶するのが礼儀である。現在では、田村将軍銅のみが、調札と、豆札と目安ごまを製造している。蒼天子孫道が、創札。 調査、補助札を一つのパッケージにまとめた手本引きセットを製造販売したことがあるが、このセットにはボード上に札を載せることで、配当倍率が一目瞭然となる配当板が付け属していた。しかし、実際の本では、このようなものは使用していない。一時期は、徳島県の坂東江見活動、大阪府の土屋天狗屋、小原商店本店、 京都府の日本国廃製造、大石天狗堂、松井天狗堂、任天堂、岐阜県の東洋ガルタが製造していた。ごく宝道のな具足と題して、目ギ、通り札、半長札、五札、つぼざる、つぼたたみがセットになったものも販売されていた。数字はオッツではなく、配当で、掛け金に対して銅から支払われる倍率を示している。例えば、 スイッチで20万円を貼って受かれば、掛け金の20万は戻され、配当金として、同枚から90万円が支払われる。故障や配当倍率も盆によって様々で微妙に異なり、テラの割合や、特別と呼ばれる合理期への礼金を計算に含めるか、否かなどは、会長者であるテラの取り決めによる。配当の高い順に、大、刀、中、軸、腰、止め、穴、 価格別と呼ばれる。これは、競馬や競輪などで剣を購入する際の、本命、対抗、抑え、保険といった感覚に近い。調査を立てか、横にするかの向き、前後の位置、さらに掛け金の配置場所によっても、配当倍率が変化するので注意が必要である。種は、配当がつかずに、掛け金がそのまま戻され、種返し、玉返し、戻りとも呼ばれる。 4点張りの角で当たっても、掛け金の2割が差し引かれることになる。配当率1倍で当たることを、玉受けと呼んだりする。配当の合計値は、1点張りは4.6倍、2点張りは3.6倍、3点張りは2.8倍、4点張りは1.8倍になるのが基本。オッツに換算して合計すると、1点張りと2点張りは5.6倍。 3点張りと4点張りは5.8倍となり、張り目の多いタイプの方が少し張り子に有利なことがわかる。3.4点張りの場合、ギャンブルとしての期待値は96.777%、控除率は3.333%である。これは1万円かけるごとに負ける、平均値は333円であることを意味する。自信のある札の下に掛け金を置いて、 水地を重ねたり、安張りと山ポンを組み合わせる、山と、長札を2面、3面使う、2個入り、3個入り、5枚貼る、受け受け、33受け、壮大受け、坂目を当たりとする、裏張り、裏面張り、総裏、角を切った、めぐる札を使って合計値を当てたり、来ない目を推理する、景門、景門など、特殊な貼り方が多数存在するので、 事前に合理力への確認が必要である。配当金額に、波数が生じる場合、駒札、半券と呼ばれるセルロイド製やプラスチック製の札や、ご石が使用される。例えば、ご石1一つを2500円として代用したりする。これ以外に生じた波数は切り捨てられるため、掛け金によっては、張り子が若干の得をすることもあれば、損することも起こりうる。 この切り捨てのことを、出入りと呼んでいる。手本引きの起源は、意外と新しく、明治時代に入ってから、京都府あた郡吉田村142日課を構える、初代、合図の小鉄こと、上坂千吉をはじめ、色は、幸太郎こと、長谷川江三郎や柿の木松之助ら教閣たちによって、江戸時代から遊ばれていた、サイコロ塗膜、超一夜、独楽塗膜、お花駒を、 進化発展させる方で考案された。当時勢力下にあった京都、大阪、神戸、奈良、大津、和歌山の常本を中心に西日本の都市や温泉街へと伝播していった。常本からの常納金は1日平均550円であったという。明治13年7月17日、日本で最初の西洋流の近代警報が大上館布告。 第36号警報として交付され、明治15年1月1日から施行された。明治16年4月16日、上坂基吉は、明治政府によるバクトガニで捕らえられ、重金510ヶ月、罰金100円の判決を受付役した。明治18年、西洋カルタの輸入販売が公認されると、翌年の明治19年には、花札や、 めくりかるたの製造販売が解禁となった。明治22年9月23日、セメント販売業を営む山内房次郎は、京都市下行区正面通り鴨川筋にシール、鍵屋町12番子に、ジップの福井宗介の裏家業であった花札製造を引き継ぎ、丸福商店を構えて販売した。京都周辺の盆に売り込んだことで注文が入るようになった。さらに、 近代タバコ産業の思想、村井吉兵衛と交渉して、タバコ流通網を利用することに成功。大統領はトップブランドの地位を確立して、全国的に広く知られるようになる。明治35年4月5日、明治政府は、北進事変以後の財政難を理由に、国廃税法を制定すると、カルタ一組につき、一律20銭の収入因子を製造業者に事前購入させ、 商品に添付する、容疑務付けた。この年、山内房さ郎は、日本初の国産トランプを製造している。明治35年6月、重大後半から、大阪や京都の盆に出入りしてきた富び梅吉は、初代、合津の古鉄の若頭、長谷川伊三郎に指示した後、実定である、坂口宇之助、富、と藤次郎、富び亀吉らの協力を得て、 29歳で酒梅組を結成。大阪市南区南場新地5丁目56にあった、自宅まで常盆にしている。その勢力は直径古分が140名、配下は総勢2000人とも言われ、盆は大いに繁盛した。大正12年9月1日に起きた関東大震災の頃になると、手本引きは東日本にまで波及しており、昭和5年頃には、 全国的な流行を見せる。第二次世界大戦に突入すると、客足が遠のき下火になった。戦時中の盆は厳重な10日完成と夜間爆撃を警戒して、昼間に開長されることが多かった。終戦後は、警察の要請に応じて治安維持に協力した組織は、おめこぼしで盆を開けるようになり、福音兵や失業労働者たちが都核として集まり、 再び仮境を呈すようになる。昭和20年8月15日、二代目山口組の若手だった田岡和夫は、昼前から神戸市東名田区三陰町にあった山戸江五島組のボンデ本引きをしていて、そこで敗戦を告げる曲音放送を聞いている。田岡和夫は、戦後の混乱で警察力が弱体化して治安の悪くなった神戸の町と闇市を、 第三国人から守るための自警団を組織して、当格を表すと、山口昇の死後しばらく空位であった組長へ田岡を押す声が高まり、昭和21年10月13日、神戸市港川新海地にあった花屋食堂において、三代目山口組組長を襲名した。この時の組員は、仙台の射程6人、仙台の若手14人、 田岡和夫の直系は歌手13人の総勢33人だった。田岡和夫の社系だった小西と与勝は大東亜戦争終結直後から関西汽船の別府航路で船内賭博を会長していたが、すぐに警察の取り締まりで船内賭博ができなくなり、別府市海門寺町に移って小西組を起こし、街頭賭博を行うようになる。このことで別府市議会議員、 伊田栄作を主領とする敵夜系組織二代目伊田組との対立を生み昭和二十四年十一月三日小西組の石井一郎ら四角4人が別府島松原町にあった商島旅館の前で伊田栄作を襲撃して品種の重傷を負わせる事件を引き起こした昭和二十五年十月二十一日法務不特進局は団体登記制令を適用することで小西組に 解散を命じ、小西組は別府市から神戸市への撤退を余儀なくされる。昭和32年3月27日、別府温泉観光産業大博覧会の会場で、2代目、伊田組組員が石井一郎を拳銃で狙撃して、重傷を負わせ、4月2日には石井組組員が伊田栄作配下の別府市会議員、堀大二郎を視察。4月8日には石井組、 組員7人が、伊達邸に、領銃や拳銃を発砲して、その後2ヶ月間にわたり、県外外の暴力団員、約400人が、両派に集結して、別府抗争事件へと発展した。昭和40年5月、小西と与勝は、賭博のもつれから、本田会組員に刺殺され、後目は、実邸の小西を戸松に継承された。昭和20年10月、 大阪市何く栄町三丁目にあった大正時代から続くクト系組織有田組の盆に出入りしてきた松田幸恵は大阪市西成区に松田組を起こした労働者中心の暴力的かつ高圧的な飛場運営とは一線を画して負けた都客に帰りの電車賃やメシ代をそっと渡す心遣いが評判となり西成区内だけでも5カ所の乗盆を解説して勢力を 拡大、500人規模の組織へと急成長を遂げた。西成区今池22にあった、本家、事務所2階の盆は40畳の広さを誇り、全国の親分集が出入りする、早朝賭博が、しばしば開庁された。昭和44年3月6日に、松田幸恵が66歳で病没すると、後目は、老いの菓子中儀に継承された。昭和24年4月、 津島一家五代目、鶴岡正次郎の代貸師だった、稲川各自は、山崎屋一家四代目、石井秀次郎の後目を継承する形で、熱海市先見町に稲川一家を起こすと、湯河原町の旅館、島田旅館を常盆にして莫大な利益を上げた。昭和31年6月、鶴岡正次郎の勢力圏にあった、バクト団体を集合して、各政会を結成。 神奈川県や静岡県を中心に東海道の稲川時代を開き、さらに岐阜県や熊本県にまで勢力を拡大させ、関東の優としての地盤を築いた。稲川各自の縄文での種目は花札を用いた後先がメインで稀に手本引きが行われたという。昭和30年代には本引き専用の長札が書く。 花札メーカーから続々と市販されるようになる。昭和32年6月14日、国廃税法を全文改正したトランプ類税法が施行されたが、付札と調査はその対象外とされ、非課税となっている。その後、トランプ類税は平成元年の消費税導入に伴う間接税の整理により廃止された。昭和35年6月26日、 稲川博義は、近政会幹部で、林一家総長の林喜一郎から、自民党の安保委員会が、愛前ハワー大統領来日に備えた、活動資金を必要としていたため、政財界のフィクサーである小玉義夫が、伊豆市長岡の旅館2階の盆で、財界人を相手に6億円近い金を、かすめ取ったとの報告を受ける。その後、稲川博義は、 世田谷区とどろき六丁目二十九にあった小玉義雄邸を訪ねて同活したが、自分は自民党に貸しはあっても借りはないと逆に一括される。これが縁で小玉義雄は稲川博義の実質的な親分となり、覚醒会顧問に就任している。昭和三十八年十二月、田岡和夫は山口組直系組長会において、これからのヤクザは、 博打やその寺船では食えなくなるから、会事業を持つようにすることと、直参組長たちに、フロント企業の経営を強く呼びかけた。昭和39年2月13日、警視庁に、警視総監を委員長とする対策会議が、その下に刑事部長を長とする組織暴力、犯罪取締本部が設置されると、都道府県警察が一体となって、いわゆる第一次頂上作戦を実施。 違法な資金獲得活動を狙った取締りを強化した。それ以降、証言さえあれば非現行でも逮捕するようになり、ボンゴザが病で固定されていたりメギがあれば、現金の有無にかかわらずクロート賭博の物的証拠とされ、条文は壊滅的な打撃を受けて激減した。昭和39年3月19日、神奈川県足柄下郡箱根町とう沢92の 温泉旅館、死運荘で、住吉一家三代目、安倍重作の引退に伴う、総長と幕を、金正会会長、稲川博吉と上一万一家、菓本で、住吉一家四代目を継承した、石上義光が共同で会長すると、関東の大門違いの一家の総長や幹部らが30人を超えて汗散じた。一晩で動いた総額が、約5億5200万円。 祝い金として、安倍重作のもとに約4,400万円が届けられたという。このことは、翌年の昭和40年2月17日の組織暴力犯罪取締本部を中心とする家宅捜査で発覚し、同年の2月27日には、稲川博義が、肥門屋警察署へ出頭、賭博外庁釣り容疑で逮捕され、懲役3年の実刑判決が確定した。 昭和40年1月14日、金政会幹部、林木一郎、同幹部で、山川一家総長、山川治ら5人が、賭爆外長容疑で指名手配されると、金政会会員16人が逮捕された。昭和43年から稲川博義が服役した関係で、その3年間は、林木一郎が、金政会会長代行を務めた。 昭和45年8月3日、大阪府警察捜査4課は、同年の2月14日から15日にかけ、西成区今池41にあった松田組系、グレン隊組織、互い暗く会事務所2階の常文で手本引きをしていたとして、奈良市飛鳥村村会議長、島田屋八郎を常習賭博容疑で逮捕するとともに、都閣として同席していた四代目酒梅組組長、 中央さめゆきを指名手配している。島田屋八郎は、蝶付役の互い暗く会常任参よ平沼隆夫と幼馴染で、数年前から盆に出入りしており、この逮捕により村会議長を辞職することになるが、昭和48年7月2日には再び、村会議長に返り咲いている。昭和47年6月17日、神奈川県警察捜査4課は、 川崎市高津区双子772にあった高木佐根方において花札を使った手本引きをしていたとして、パクト集団加藤組、元組員の西山剛を常習賭博容疑で逮捕した。横浜地方裁判所川崎支部では、掛金に供した金額が約2万円に過ぎなかったことから常習性はなかったとして、懲役3ヶ月の判決を下している。 昭和47年10月、竹中正久は、姫路市十二所前町28にあった竹中組事務所三階大広間に、全国から、早々たる、親分集を集め、後、6日間ぶっ通しの早朝賭博を開帳すると、総額で、約15億円が動き、寺線は、約1億円に上ったという。竹中正久の発案により、その日付は最後まで伏せるように根回しされていたため、 兵庫県警察暴力対策二課は会長日を特定できずに逮捕者全員が無罪方面となり罪に問われることはなかった。昭和48年、山本州は東淀川区淡路新町にスワイク家系アージ会内山本組を起こし、週2回のペースで盆を会長すると一晩の寺線は約500万円に上ったという。平成元年10月10日、 山本組を解散するとが会と転身。代表作、有婚が、関西国際空港正面玄関に掲げられている。平成23年12月16日、山本州は病没。去年71。昭和48年9月28日、三代目、山口組本部長で、小田州組組長の小田秀臣は、姫路市内の竹中組事務所三階大広間に、 稲川会幹部らを招いて、早朝賭博を会長すると、総額で約50億円が動いた。兵庫県警察暴力対策2課による検挙者は43人に上ったが、決定的な証拠が得られず、全員が基礎猶予となっている。昭和62年11月5日、小田秀臣は病没。去年57。昭和49年2月5日、 神奈川県警察捜査4課と鶴見警察署は、前年の9月15日から16日にかけ、横浜市中区宮川町3丁目68にあった、稲川会山田一課、上草組事務所に、組長や大幹部クラスのほか、近所のパチンコ店や麻雀店の経営者などを加えた10人余りを集め、手本引きで約1000万円の利益を上げていたとして、稲川会木島一課総長、 木島マムメーラー人を常習突爆容疑で逮捕すると、ともに、稲川海山田一家、植草組組長、植草正一ら三人を指名手配している。昭和50年7月24日、松田組系溝の口組は、大阪市北区曽根崎へ一丁目中にあった、スナック喫茶、ヒットを常盆にしており、そこへ徒格としてきた山口組系、佐々木組内、徳本組、射程頭、 切れハ大二郎らとのトラブルが発端となって、大阪戦争へと突入した。それにより、最盛期30数箇所もあった松田組の条本は、すべて閉鎖へと追い込まれ、松田組の条本で使用する、調査などの用具を供給してきた行のくばらみ町2丁目13にあった、小原商店本店は連鎖するように倒産した。昭和53年11月1日、三代目、 山口組はか頭で山県組組長、山本健一と赤頭補佐で山広組組長、山本博本部長、小田秀臣は神戸市名田区篠原本町四丁目3の一の田岡邸に報道陣を招くと一方的に構想集結を宣言した。それにこうするように、11月22日には松田組も大阪府警察に集結宣言を、 提出すると、組織の立て直しを図って、松田連合と解消したが、参加組織の相次ぐ離脱で弱体化が進み、昭和58年5月25日、2代目松田組、組長、貸し中義は、松田連合を解散した。その後、仇となった貸し中義は、大阪東部市場輸送協力組合の理事長に、就任するなどして、成功を収めたが、平成4年には会社を売却。 平成8年8月18日に自殺している、去年58。昭和51年3月6日、山本健一、大平和夫、竹中正久、小西乙松、増田高夫、細田敏明、鴨田茂政山崎忠桜井孝幸らが、神戸市中央北門通り二丁目後の13にあった、山口組、本部二階に集結して、徹夜で、 早朝賭博を開帳した。細田敏明が同元を務め、動いた総額が推定で2億5000万円。寺千1500万円のうち、450万円が大平和夫へ渡り、そのうちの225万円が山本健一へ渡った。同年の3月20日にも、同メンバーが山口組本部2回に再集結して、早朝賭博を開帳。 竹中正久が同元を務め、鴨田重政の負けが通算で3500万円になったという。このことを知った三代目、組長、田岡和夫は、山本健一、竹中正久、大平和夫、小西尾松を入院先の関西労災病院新館517号室に呼び出して厳重注意をした。この事実をつかんだ、兵庫県警察暴力対策二課は、 昭和53年11月22日に山本健一、竹中正久、大平和夫や細田俊明ら14人を指名手配すると逮捕している。本部長だった大平和夫がすべての責任を引き受けて執行猶予付きの懲役刑となり、他の者は罰金刑となった。昭和52年11月2日、神奈川県警察捜査4課と神奈川警察署は、 同年の9月14日から15日にかけ、神奈川区亀住町にあった、左官業、沢地忠氏の自宅に顔見知りの商店主十数人を集め、手本引きのボムを会長、総額で6000万円の現金が動き、約300万円の利益を上げたとして、稲川会山田一家、角脇組幹部、宮原竹良4人を賭博会長釣り容疑で逮捕している。 昭和55年2月12日、警視庁、捜査4課と渋谷、目黒、江原警察署は、前年の9月4日から5日にかけ、世田谷口と世代にあった、住吉一家強行母機会福島組が管理する部屋に、都各十数人を集め、手本引きで約500万円の利益を上げ、さらに都内の組員自宅などでも、約30回以上にわたりボーンを開帳。 総額で20億円近くの現金が動き、約2億円の利益を上げたとして、福島組、組長、福島康道ら8人を突爆外調ずり容疑で逮捕している。昭和55年3月上旬と中旬、竹中正久は、矢島長次、長瀬和夫、稲川会会長補佐、林木一郎、忠政会会長、大森忠明、松忠司会会長、 山本牧薪らを招待し、竹中組若頭補佐、大西や総卓などで2回にわたって、再本引きの早朝賭博を会長すると、両日で3、4億円の金額が動いた。この事実をつかんだ、兵庫県警察暴力対策二課は、昭和56年10月29日に、竹中正久、竹中岳、杉本明生、矢島長次、長谷和夫、林木一郎、 大森忠明、山本牧夫らを逮捕している。警察では寺線を約1億5000万円と推定、大阪国税局に所得税法違反容疑で通報している。昭和56年7月23日に、田岡和夫が病没。去年68。翌年の昭和57年2月4日、山本健一が病没。去年56。同年の8月15日。 田岡邸の隣で、早朝賭博が開庁された際、四代目、山口組組長に、山本博士を押す佐々木道夫と、それに反対する竹中正久が抗論となり、対立が表面化した。昭和59年3月12日、警視庁、捜査4課と宮坂警察署は、前年の11月23日から24日に、かけ、京都市東山区の民家に、 京都や東京の会社役員や、商店主などと各20人を集め、手本引きの盆を会長、約1500万円の利益を上げたとして、下京区東高瀬川筋上の口のぼる岩滝町176の一にある、合図小手使いの事務所など11箇所を、京都府警察の協力を得て、一斉捜索した上で、三代目、合図小手使い総裁、図、小白一ら最高幹部を含む八人を、 賭幕外庁釣り容疑で指名手配している。昭和61年7月、図、越しリーチは、三代目、合図小手会総裁代行権理事長、高山徳太郎を四代目、合図小手会会長に据え、平成10年7月7日、京都で没している。去年84。昭和59年6月8日、兵庫県警察暴力対策2課と姫路警察署は、 竹中組事務所への家宅捜索を行った。容疑は、2年前の昭和57年7月の竹中組と小西一家との喧嘩の際に使用された拳銃が竹中組事務所に隠されていることと、8月に竹中組組組が再本引き賭博に加わっていたというものだった。昭和59年7月10日、竹中正久が4代目山口組組長を襲名。 これを不服とする三代目山口組組長代行、山本博士が中心となり、一月前の6月13日には、山口組を離脱して、一和会を結成。8月5日、和歌山県東室郡串本町にあった、山口組系松山組内、岸根組組長、岸根俊春が経営する本で、多額の借金を抱えていた、一和会系酒井組。 串本渋部若頭補佐、塩崎進を、岸根俊春が、串本町の路上で視察した。この事件をきっかけに、山市構想が勃発すると、8月23日、竹中正久が、技術上を遊戯団体に送り、一和会に対する実質的な絶縁を表明したことで、両組の対立は深刻なものとなった。昭和60年1月9日、 5年前の昭和55年の賭爆事件の上告が帰却され、竹中正久の懲役5ヶ月が確定すると、竹中正久は2月から復役する予定だったが、1月26日、一和会二代目山広組系組員、長尾直美、田辺豊樹、立花和夫らに、内縁の妻、山坂忍の住む水田市江坂町二丁目4の25、 にあるマンション1階エレベーター前で銃撃され、意識不明のまま、翌27日に死亡した、去年51。昭和59年8月27日に放送した NHK 特集、山口組知られざる組織の内幕では、西成区にある、再本引きの縄文の摘発現場が映し出され、 この頃は大阪だけでも30箇所以上の盆が開長されていたことが報告されており、盆御座の下に仕込んだ電極を操作することで、銅がサイコロの出目をコントロールしていたことなど、イカまの実態が暴かれている。昭和60年4月10日、警視庁捜査4課と府中警察署は、渋谷区広労の高級マンションで手本引きをしていた、住吉連合会系幹部、 中文吉ら9人を現行犯逮捕している。昭和61年7月21日、警視庁、捜査4課と菅も、高島平警察署は、同年の4月12日と22日の2回、豊島区菅もの飲食店2回と、住吉連合会滝野川一家、堀越厚志会館部のマンションに、稲川会館部や不動産業者、ゲーム機販売業者ら10人を集め、 手本引きの盆を会長、総額で約4億9000万円の現金が動き、約1600万円の利益を上げていたとして、堀越厚司会幹部ら6人を、賭博外長釣り容疑で逮捕している。昭和62年5月21日、警視庁池袋警察署は、同年の2月7日夜から8日朝にかけて、豊島区池袋2丁目928番チパラッツォ。 田中201に都客を集め、手本引きの盆を会長、総額で約9600万円が動き、約500万円の利益を上げていたとして、極東関口会、田中一家高高い幹部、戸崎文夫を戸幕外長釣り容疑、都閣の喫茶店経営者ら7人を単純賭博容疑で逮捕している。戸崎文夫は1月から4月にわたって、 マンションやホテルを使って十数回の盆を会長して、総額五千万円の寺線を稼ぎ、組織の運営資金に充てていた。昭和63年5月31日、警視庁、捜査4課と月島、江原、四谷警察署は、都内のホテル客室で大規模な手本引きの盆を会長、判明しているだけでも3番で、約10億円が動き、2400万円の利益を、 挙げていたとして、稲川会計幹部ら5人を賭博会長釣り容疑で、都各11人を常習賭博容疑で逮捕している。昭和63年12月13日、四万都市立下田中学校教諭、山口修造が、スくも市内のマンションで山口組系2代目、合友会の組員らと、再本引きをしているところを、スくも警察署署員に現行犯逮捕された。そのため、 山口修造は、取調室で捜査員立ち会いのもと、に楽器の通信簿を作成することとなり、教育関係者に衝撃を与えた。平成に入ってからは、西成区の鎌ヶ崎や日田新地とその周辺に、集中するほとんどの乗本では、再本引きが主流となっていく。大阪府警察捜査4課は、西成区大使1丁目3-17にある、酒梅組系天竜会の乗本、 西成区大使一丁目十五の十三にあった、酒梅組系、橋本組の常奔、西成区萩野茶屋一丁目四の二にあった、酒梅組系、谷成組の常奔、西成区三の三丁目六の十三にあった、酒梅組系三代目坂口組で六代目、酒梅組組長。後に出口組組長、出口幸太郎が経営、通称、ガレージの常奔を、 平成12年2月13日、平成16年1月15日、平成18年1月25日、平成20年9月18日、平成21年10月20日、平成24年2月14日と、たびたび摘発しており、これにより条本は壊滅状態に陥った。平成元年7月21日、大阪府警察捜査4課は、 同年の2月16日から17日にかけ、貝塚市清をにある5代目山口組系、山県組内、高橋組、組委員宅に、都各20人を集め、再本引きの盆を会長、総額で、約1億円の現金が動き、約3000万円の利益を上げたとして、岸和田市今、木町135に、事務所を構える5代目山口組系、山県組内、高橋組組長、 高橋昇を賭博外庁ずり容疑で逮捕している。平成2年4月11日、兵庫県警察暴力対策2課と甲子園、警察署は同年の1月13日から14日にかけ、大阪市港区にある別の組の事務所に山口組系組員約30人を集め、再本引きの盆を会長、総額で約1億8000万円の現金が動き、 約3000万円の利益を上げたとして、山口組系中博組組長、中西勝弘を常習賭博容疑で逮捕している。このことは、同年の2月に、組員、中西隆を、傷害容疑で逮捕したことがきっかけで発覚した。平成6年5月13日、福岡県警察北九州地区暴力団、取締本部と小倉北警察署は、小倉南区の空き家に、 暴力団関係者や会社役員らを集め、手本引きの盆を開帳した、駆動連合、草野一家三村組組長、三村睦浦二十九人を現行犯逮捕している。平成六年七月十四日、大阪府警察捜査四課は、同年の三月四日から五日にかけ、門橋のマンションで手本引きの盆を開帳約一千万円の利益を上げたとして、寝屋川市長営事長六の七に、 事務所を構える五代目山口組系、山県組内鈴州組の組員ら18人を、賭博外帳釣り容疑で逮捕している。すでに略式起訴された15人の組員らが納めた、罰金だけでも、総額630万円、都各15人も1人20万円から50万円ずつ、総額630万円の罰金を納めている。平成7年1月10日、 大阪府警察捜査4課は、平成4年5月20日に、西成区出城のマンションに、暴力団関係者ら約30人を集め、再本引きの盆を会長、総額で、約3億円の現金が動き、約2千万円の利益を上げたとして、東大阪市に、事務所を構える5代目山口組系、山県組内、県立会幹部を賭博外長釣り容疑で逮捕している。 平成19年2月25日、京都府警察組織犯罪対策日課と伏見警察署は、宇治市、牧島町のマンションで手本引きの盆を開帳していた六代目、山口組警官部、堀越康彦ら三人を賭博外庁釣り容疑、都各九人を常習賭博容疑で現行犯逮捕している。前年の平成18年11月頃から週一度、 深夜から早朝に掛け盆を開帳していた。平成19年9月3日、大阪府警察捜査4課と行野警察署は、同年の3月17日、大阪市中央区、河原山地産のビル一室で、再本引きの盆を開帳していたとして、韓国籍で6代目山口組系、山県組内、県流会の組員、関なりを賭博外長ずり容疑。 元暴力団組員や建設業の男二人を常習賭博容疑で逮捕している。平成21年、これまで合図小手使いを中心に京都の盆に調査などの用具を供給してきた松井天狗堂は職人の高齢化や後継者不在などを理由に製造を中止、平成22年3月には閉店した。平成28年12月5日に三代目松井茂雄が病没。 去年八十五、平成二十二年六月十日、大阪府警察捜査四課は、前年の十一月二十三日に、大阪市中央区にあるホテル客室で、再本引きをしていたとして、六代目山口組系、行動会幹部で、何枠、恵比寿西二丁目四の八に、事務所を構える三代目米川組組長、吉島広志ら幹部三人を突破外朝釣り容疑で、逮捕。 都閣はいずれも暴力団関係者で、六代目、山口組系、山県組幹部で、大阪市中央区島のうち二丁目7-27に、事務所を構える、県一江会長、荒木和幸ら3人も、常習賭博容疑で逮捕したが、同年の7月7日に、大阪地方検察庁は、県に不十分につき不起訴処分としている。平成24年1月17日、 西成警察署は、再本引きの盆を会長していた六代目、山口組系、山県組内、県流会の若中で、大阪市中央区東震災橋に、事務所を構える三代目遠流会会長、浜田秀信を賭博会長釣り容疑、都各三人を常習賭博容疑で、現行犯逮捕している。平成26年5月24日、大阪府警察捜査4課は、 住野駅のマンションで、再本引きのボの会長していた西成区山王三丁目19の15で、スナック再開を経営する田辺隆史ら9人を賭博会長ずり、都各七7人を常習賭博容疑で、現行犯逮捕するとともに、同元側が用意した現金、約250万円を押収している。平成27年7月8日、大阪府警察捜査4課は、 前年の10月30日から31日にかけ、和歌山県白浜町のホテル客室に設けた賭場で、再本引きをしていたとして、六代目山口組系、検診会の元幹部、田口清姿を賭博外長釣り容疑で逮捕している。平成29年7月8日、大阪府警察捜査4課は、天王寺区上本町のマンションで、再本引きの盆を会長していた。 田辺隆氏ら男女8人を突爆外帳釣り、または突爆外帳釣り法女、都各6人を常習賭博容疑で現行犯逮捕するとともに、同元側が用意した現金約200万円を押収している。警察庁が観光する警察白書によると、昭和59年の賭博自販検挙件数が934件だったのに、対して、 平成26年の賭博受販検挙件数は66件と、この30年間で大幅に検挙件数が減少しており、ヤクザ社会のしのぎが大きく変容したことを示している。初めて手本引きを題材に小説を発表したのは、青山孝二で、妻の姉の夫が、バクトの親分で自宅でボンを会長していたことが起源となっている。ギャンブル小説の第一人者にして、 手本引きに関する作品も数多く執筆してきた浅田哲也は世の中には3000種以上のギャンブルがあるが面白さでは1位が本引き2位が競輪だろうと手本引きを高く評価するコメントを残しているまた作家の安倍常二は同志の経験があり特にハマったのは手本引きっていう博打でさ順に本性単純にして完全無欠 国際的にポピュラーなポーカーやブリッジなど、手本引きの面白さと合理性には足元にも及びませんと著書に綴っている。主として人気映画に登場することが多く、中でも鶴田浩二が主演した爆撃打ちシリーズ第一弾爆撃打ちに本格的で詳細な飛ばの場面を見ることができる。この映画を監督した小沢茂弘は実際に飛ばをめぐる 徹底的な取材を通して、手本引きのルールを把握することでより楽しめる、娯楽作に仕上げている。ヒボタンバックトシリーズでも、ヒボタンのお竜が、飛ばの場面で行っていたのが手本引きで、シリーズの監修を担当したのは、任協会の元老で、小尾細一家総長の石本久義であった。藤淳子のジップでもあり、プロデューサーの春藤博史は、太平洋戦争時から、 神戸市東長区三影町にあった山戸へ五島組の盆栄通うようになり、親分、大野福次郎の知域を得て、バクトたちと信仰を深め、その後の東映の人気を映画制作に大きく貢献することとなる。実録役座漫画においては、背景として描かれる場合がほとんどで、物語の主軸になることは稀である。それでも、世紀末広神伝佐画では、 第2巻から4巻にかけて、手本引き、大爆地と題した、手本引きによる勝負の駆け引きが濃厚に描写されている。ただし、動画勝負の初めに、創札をピンに戻していない点、紙かの扱い方などの作方面で、おかしな描写が見られる。赤木第36巻では、手本引きを簡潔かつ丁寧に解説している。ただし、目ギの向きが逆になっていたり、 神科の扱い方などでおかしな描写が見られる。ありがとうございます。